鬼丸テレビ。鬼丸珍道中。さあじゃあオープンザ蓋。こう。ねえ、おいしそう。さあ鬼丸の愛するお店紹介、今日はこちらあずりさんでございます、私がなぜこのお店を愛しているかの理由はまたおいしいものを食べながらたっぷりお伝えしたいと思います。それでは行きましょう。ね、すげえこう普通一度来た人分かんないんですよここ。私も最初迷ったんで、すんごい隠れ家的な場所にありますけれども、まあ皆さんも看板目印で来てください。そう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 、これですよ。行きましょう。どうも、あ、こんにちは。すいません、よろしくお願いします。ご来店ありがとうございます、はい、ではこちらメニューでございます。どうもありがとうございます。もうね、すぐ決めますよ、はい、すいません、これこれ、武州和牛のタリアータ。はい、もうこれ、もうここ来たら絶対と、あとパスタを、はい、いつもね、はい、その場にいる人のなんかあれで毎回僕任せちゃうんで、好き嫌いないんで、はい、ちょっと今日のこれはいいっすよって。かしこまりました、はい、ではシェフもうじゃあ出てくるまで、はい、一番人気何かわからないままで、はい、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。お待ちください。まあ、あのこのお店はですね、あの浦和って本当イタリアンのお店多いんです。であの旧浦和市の時にはパスタ消費量日本一になるぐらいイタリアン好きが揃ってる街の中 で、 あのでやっぱりアジオとかサムシングとか、あとディアボロだったかな。であのやっぱりね、30代ね、そんなにお金ないんで行きたいけど行けないとかがあって、でだん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 こう行けるようになった時に、あのこのあずりっていうお店は3年前うちの娘が、まあ、この高校に行くんだって言ったら、その知人が、こちらの社長の娘さん、あの同じコースじゃないですかなんて言って、で私もちょっと連絡してみたら、じゃあ一緒に娘同士もこれから一緒になるんだから顔合わせしましょうみたいな感じで、このお店で社長と一緒に食べて、で、まあ、北さんって言うんですけど、後々その話聞いてたら、うっすら聞いてたヨロケン、あのヨーロッパ野菜研究会っていうのが、それを手掛けてる人だったりとかで、同い年で同じ大学でとかで、子供もっていうんで縁を感じながら、来ているお店です。でとにかく、ここの北さんが埼玉県、これから来るあの武州和牛もそうですし、そのヨロケン、ヨーロッパ野菜を、お店の方から、これからこう農業を継いでいく若い世代に何かもっときちんと仕事になる商売になる農業をっていう提案をして、それにこうした若手の農業従事者が、あのいろんな珍しい野菜を作るっていう、でなおかつそれは今度うちの店で全部責任持って面倒見るからっていう、ですんで、あの美味しいのはもちろんですけど、なんか僕自身も埼玉にちょっと貢献してる気持ちになれるのがこのお店ですね。あ、どうも。お待たせいたしました、はい、埼玉のブランド牛武州和牛と、はい、埼玉ヨーロッパ野菜研究会のお野菜をご用意してました、はい、これバターナッツ。そうです、バターナッツかぼちゃでございます。これビーツ。これはコールラビーと言います。はい、油中のお野菜ですね。ちょっとこれ人参っぽいですけど、はい、こちらは金時人参。あ、これは金時人参、はい、ご用意しております。これはまあキノコね。ラディッキオタルディーボというお野菜になります、はい、イタリアのベネト州が、原産のお野菜でございまして、はい、ベネト州では高級な野菜の一つとされております。野菜、はい、これも岩月さん。そうです、ヨロケンが、はい、作っております。そう、毎回来るためだから、だんだん覚えてきたんです俺も、はい、あ、これはバターナッツだなとか、こう形がね、こう。じゃあいただきます。ほんとね、ちょっとじゃあこれこれね、お肉がメインに見えますけど、それなんです、このね、ヨロケン野菜がね、毎回楽しみで、ちょっとじゃあこれで、見た目キノコなんですけどね、ちょっとこれでいきましょう。いただきます。あ、野菜だ。
で先っぽの方はちょっと葉っぱっぽい感じもで本当に焼いただけの形なんですよね。だからちょっとこう香ばしさもありますけど、これがすごい食感も、あの岩槻にはヨロケンカフェっていうカフェもあって、そこにも私妻と2回行ってるんですけど、そこでこうたくさん野菜を買うことで、あのぜひその若きって言っても、でもあれできたの何年前ぐらいですか、ヨロケン。ヨーロッパ野菜研究会は、2013年に発足しております。はい、ね、だから2013、ちょうど10年ですよね。そうですね、はい、この間写真見たんですよ、はい、あの立ち上がりの時にいた皆さんがちゃんと年取ってましたね、はい、若手農業従事者だったのがちょっと中堅農業従事者になってましたもんね。はい、そうですね、じゃあちょっとお肉の方もいただきましょう、はい、このね火入れもね抜群で、鴨とか食べたことあるんですけど、やっぱりこれがプロの火入れなんだなっていうのをいつもここで感じてます。いただきます。あの赤身の部分なんで、あの食べてもね痩せます、うん、この赤身は。ちょっとビーツもいきます。でこのもう味もすごい薄めの素材重視の味付け、うん、あービーツってボルシチに使うスープとかなんですけど、これは本当にシンプルに焼いただけだと、もともとがこんなに甘みあるんだってよく分かるぐらいな、うーん、おいしい。ちょっと他もこの辺の、これが何でしたっけ。こちらはコールラビーという野菜です。うん、香りがすごい爽やかな感じの、赤身肉とお野菜なんで本当ヘルシーで、あの女性もあの特に喜んでいただけるんじゃないかという、そんな一皿でございますね。さあ続いてのパスタ料理はもう全てお任せしましたんで、何が出るかは分からない状態なんですけれども、できたようです。お願いします。はい、お待たせいたしました。こちら変わったパスタですね。詰め物パスタの一種でトルテッリという、パスタになります、はい。まあ中国の餃子みたいな形なんですけども、はい、イタリアにもですねこういった形のですねちょっと詰め物パスタという形でイタリア全土に普及しています。で中はですねあのリコッタチーズというですねチーズとほうれん草だけのシンプルにもうあの素材を味わうパスタにしまして、こちら僕がイタリア滞在中にですね一番最初に働かせていただいた修行先で一番最初に習った思い出のパスタですので、ぜひオニマルさんに食べていただきたいと思い、今日はご準備させていただきました。シェフのじゃあ思い出ごといただきます、はい。これでもあれですよ、リコッタチーズとほうれん草ってよくキッシュの組み合わせでは、はい、ありますね、はい、タルトで、はい。でこれひきなんか肉とかでラビオリ、はい、あります、はい、はあるけど、はい、でもない、平たく言うとラビオリも詰め物パスタの一種ですね。バリエーションの一つで、はい、お肉を詰めたラビオリだったり、魚を詰めたラビオリだったり、こうやってチーズを詰めたトルテッリだったり、本当にバリエーション豊かにそれぞれ、あの皮はもちろんだから自分で作って、はい、手作りです。このギザギザなんかこういうのがあるんですか。はい、専用の型がありまして、はい、それで抜いてあのその後手で形を整えて、はい、お出ししております。切った時は輪っかなんだ。はい、輪っかです。はい、それで太陽みたいな、はい、それで手でやってでこう、はい、加工して、はい、いただきます。ぜひお試しください。楽しみ、見た目からもうなんか楽しみですもんね。じゃあいただきます。これ刺しちゃっていいの、ちょっとじゃあプルンと、あ周りにも粉チーズとオリーブオイルたっぷりいきましょう。いただきます。なんだろう、皮がもちろんもちもちしながら中からうわーって落ちてくるの具が、そのリコッタチーズもちょうどいいの、あのとろけすぎてない感じので、ほうれん草の食感も残ってて、あーこれもう
本当は締めっていうよりは早めに頼んで白ワインで行って、後からあっちのタリアータで赤ワインでもよかったかな。いやこれはちょっと初めてだからね、このお店来るたんびに結構これ頼まなきゃもう絶対ダメっていうのがあるんだけど、頼みたいのもあってなんかね、なかなか進んでいかないの全部食べるまで中身見えないでしょ。そうだちょっと一回ね、よくあの物撮りってやつあるでしょ、あれみたいな感じでいきますよ。あちょっとごめんね、ビーツの色がついちゃったからあれなんですけど、こんな感じなんです。これね、このチーズの食感がとっても口の中で全然パサパサした感じない。おいしい。だからここ今浦和の駅前なんですけど、武蔵浦にもあるんですよ、アズリで。あのその時によってやっぱ予約が取れる時取れない時あるんで、あの娘の大学が受かったお祝いはあの武蔵浦の方のアズリで、あとはあれかな、やっぱ家族でこういう雰囲気のお店で食べてると、あのなんか出世したなって思いますあのやっぱあのお金のない頃からね、あの子供ちっちゃい頃とかでまだちょっとこうザワ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 したところで食べてたのが、今子供たちも高校生とかになって家族4人で食べてると、あーなんか子供も大きくなったし、俺もなんかこういうところでちょっと高いもんでも頼めるようになったなーなんつってワイン飲みながらね、あのしみじみする時ありますね。店長そしてシェフ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あのこちら鬼丸テレビのステッカーでございますんで、はい、まあでもねインテリア結構凝ってるからこれ1枚でちょっと台無しにしちゃいけないんで、冷蔵庫の下あたりに貼っといてもらえるということですどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。お世話になりました。もう私の地元南浦はまだやってるんですね、エアーズロックチャーハン。あ、やってます。もうこの肉のエアーズロック、バカでかいチャーシューでね。